前ってご飯食べて10分後ぐらいに止まっちゃうこともあるんですね、レオくん。怖いですね。いつでも感じる。怖い。本当に怖いね。ご飯食べたとかちょっと30分ぐらい。いきなり来るからさ。なりやすいのはやっぱり、固定して駐車した後とか。そうじゃないってことなんで。そうですね。頑張ったね、今日も。ああ、そうですよね。まだこの入り口家の結果。昨日出した。今日の家か明日には来てくれると思う。今まで来メールで来るんだよね。えらいじゃん。大丈夫大丈夫。えらいね。私ここに洗濯バサミいっぱい入ってる。キキ頑張ったね。インターフェロ。はい。はい、ごめんね。はい。耳汚かったもんね、ここ。はい。耳汚かったです。比べないでね。はい。はい。ま、はい。マッサージできてください。はい。よいしょ。ちょっと、僕は構成なみさせてるか。もみ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 。口に入ってきた。はい、ごめん。なんでも割と従順だね。治療に協力できるじゃん。でもなんかやっぱご飯の時とかうーってちっちゃい声で言ってます。あ、そうなの。はい、言ってんの。ちっちゃい声で。はい、この子も何回、2回食べたか。はい、2回食べました。何グラムと何グラム。だからもう、最初が20、20で40あげて、次が10、あ、そうですね。20、20で、次が10、10、違う。60だから。間違えた。15、15です。最初15、15の30。で、10、10で、50。目標は60ぐらい。60。だから次、55であげればいいんですか？一応書いたんですけど。いや、せっかくだからさ、はい、行けそうだからさ、66にしたら66、はい、相当62になったら、はい、66にしようか。で、1個ハンドを使って、はい、耳と口、はい、口臭いだろ、だって現在やってないか。ちょっとね、ちょっとだけやっぱありますね。でも匂い消えたんじゃない？ですか？消えるよ、消えるよ。よかったね、ギーちゃん。消えてるの？聞くな、これ結構。どっちが聞いてるんですか？やっぱインターベリーが一番。インターベリーだと思いますね。インターベリーもらってかなかんね、また。前もらったけどね。インターベリー、何これ。何が今日はしない。今はしない。で、結構会社やってるもんね。だって、休止なんてやってるでしょ？そうですね。中の時もやってるもんね、一応軽く。みんな優しくるじゃねえか、また。家でもまあまあ。いやとは言いますけど、これが好きなんですね、ペースト。だからまあ、頑張ってやるね。こっちも来てるか、お口ね。えらいよ、キーちゃん。そんな言われても知らんな。その音が嫌いです。シュッシュの音嫌いです。ゴシゴシゴシ。綺麗。じゃ綺麗になった。はい、じゃあ溶かしてください。はい。ちょっとお口だけ。よかったね。楽になったでしょ。はい。はい、もう、はい、OK。よし。
分かったよ。ちょっと待って。はい。じゃあおしっこしてね。おしっこ砂とか入れたの。